こんにちは。ブラシの木の花が咲き始めました、今日はとってもいい天気で青空が綺麗です、そこで今日はすべての花や木に青空を入れて撮っていこうと思っています、お付き合いください。青空に似合うのは背の高い木ですよね。スモークツリー、和名は煙の木なんですが、だんだんもくもくとしてきましたね。これからもっと煙らしくなると思うんですが、楽しみにしていてください。エゴノキ、これも背が高いので、いつも空と一緒に写していますが、今満開ですね。エゴノキの花、とっても小さくて可愛いんですが、青空だと余計に映えますね。アップにするとこんな感じです。本当にたくさんの数の花が咲いています。こちらはフイリダンチク、去年何本か残しておいたものがこんなに背が高くなっています。バイカウツギです。バイカウツギ、最近毎日登場してもらっていますが、やっぱり青空に合いますね。大きく見えますが、実際は小さな花ですね。比べてみるとこんな感じです。可愛らしい花ですね。いつの間にかクレマチスエトワールバイオレットが咲いていました。最近クレマチスちょっと放任で育てていますが、育ってくれていましたね。これも青空に合いますね。こちらはクレマチスの踊り場といいます。まだ本当に咲き始めたばかりなんですが、可愛らしいピンクの花です。柏葉アジサイ、ハーモニーです。まだ満開ではないので、花がそれほど重くないから大丈夫なんですが、これが満開になって雨がたくさん降ると倒れてしまったりするんですよね。今のところは大丈夫で青空に映えますね。こちらは柏葉アジサイのスノーフレークだと思います。一般的な柏葉アジサイの品種ですね。コバノズイナ、まだつぼみのようですが青空に映えますね。一つ欠点があるとすると増えすぎるということですね。芍薬未来、あまり芍薬をこの角度から撮ることはないと思うんですが、まあ何でもその気になれば青空が入れられるという実験ですね。まあこれはこれでいいということにしておいてください。大紫式部は葉っぱが薄いので影ができていますが、綺麗な緑ですね。ちょっと虫がつきやすいのでこれは注意が必要です。チャイニーズホーリーは、他のクリスマスホーリーと比べてトゲが少ないので扱いやすいですね。そして寒さにも強いし、害虫もほとんどつきません。ヤグルマギクは放任で育てているので、咲き終わった花もありますが、自然な感じでいかがでしょうか。アリウム、サマードラマ、うちに植えてあるアリウムの中では背が一番高いんですが、今のこの形が宇宙人に見えてきます。パカッと割れて何か中から出てくるのを楽しみにしていてください。ジャーマンアイリス、カジューンリズム、これはあまり下から取らない方がいい感じですね。エキナセア、フラダンサ、これは結構下から取ってもいけてるんじゃないかなって思いますが、いかがでしょうか。紫仙台萩は青空を入れるとこんな感じになりますね。とても丈夫で手間がかからない植物なんですが、花が終わったら茎の根元のところからカットしてあげてください。ジャーマンアイリス、ホンキートンクブルース、これはもう下から取らない方がいいパターンですね。
ジャーマンアイリスは横からまたは斜め上から撮った方がいいですね。スモークツリー、ロイヤルパープル、これは風に揺れてちょっといい感じに映ってますかね。丸尾です。今日は心穂に乗っていました。丸尾、この場所が好きなんですよね。今日も丸尾のあくびを見ながらお別れしたいと思います。それでは皆さん、今日もお元気で、さようなら。